だけどその意図意図っていうことでもないっていうのが、それはなんかね、芸術兄弟としてっていう、そのユニットとしての存在意義に対してなんだけど、お互いまあ個人で好き勝手やってるわけじゃない、自分の好きなこと。ただ芸術兄弟でやるからには、普段やっぱり全く自分がしないようなこと、その個人で発表しないようなことをやっぱりやりたいっていうのも僕自身は前提にあるから、だからそういった意味で、なんて言うんだろうな、意図がないならそれはそれでいいっていう、その別に投げやりなわけではないんだけど、そういう気持ちはやっぱりあるかな。だから別に何を見てきてくれたお客さんが何を見せ、あの伝えたいのかっていうことよりは、芸術兄弟がこういうまたバカなことやってる的な、まあノリというか展示をやっぱり見せたかったっていうのがあるのかな。だけどそれはその当然責任を持ってるから本気でやるっていうこと、だからここでちゃんと新宿眼科画廊ってちゃんとした画廊で借りて発表するっていう、やっぱりこういう責任はやっぱり持ちたいよね、これから。ちょっとよくわかんないんだけど、とりあえず僕が今回やりたかったことを話すと、まあ、ちょっと昨日はトシには個人的には話をしたんですが、まず、エモーションっていう展覧会のタイトルに沿って、まあ、感情とか、心の動くようなモチーフ、あとはその、まあ、ちょっと個人的な思い出だったり、頭の中に思い浮かんでくるようなもの、あとは、エモーションのモーションですね、動きのあるもの、そういうテーマで書きました。あと画材とか手法的に言うと、筆一本で書いてるっていう書き方で、まあ、これはちょっと小さい頃に筆がうまく扱えなかったコンプレックスっていうのを、ちょっと大人になって手先が器用になった時に、まあ、ちょっと小さい頃に書けなかった、小さい頃に書きたかったものを書いてみる、書いてみたっていうのがありました、まあ、特にちっちゃい頃うまく表現できないのが、腕の力加減、強弱とかかすれを出すっていうのがうまくできないんで、そこら辺を気使って描きました、まあ、あとはこっちの渡辺から来た方に関しては、ある程度関連性というか、その沿ってる部分もあるし、全く無視してるものもある、うん、これはでももう本当にその瞬間、もう秒単位で決めてます、モチーフ何書くかとかっていうのは、まあ、そんな感じですね。お互い渡す前はその何度もやり直しは引くけど、渡した後っていうのはもう無理だから ね、無理だから、そこら辺の緊張感っていうのはすごいあったかな。そうだね、一枚、まあ、僕の場合特に書き直しが効かない、墨一本でやってるから、あ、間違えちゃったから後でもう一枚横に書いてとかっていうのはできないから、そこは結構緊張感はあったんですね。あ、そうで、まあ、デジョだからそう、僕も声説明しなきゃいけないけど、僕は、その墨で描いてもらった龍神さんの絵を、抽象的なものを描かずに、水彩絵の具っていう、絵の具で、あ、違う違う、水彩絵の具と墨で、描き加えるっていうことをしました。なので展示としては、龍神さんのそのモノクロの、作品と、龍神さんというか、まあ、描いてくれたで、僕が、主に水彩を中心に描いた絵で構成されています。で、見てくれるお客さんには、すごい伝わりにくいかもしれないんですけど、龍神さんが描い
た感じのタッチを似せて僕が、ところどころ書き加えるっていうやり方をしてるので、なんて言うんだろう、だから龍神さん自身も昨日言ってたけど、どこを書き加えたのか、なんかこれ俺が書いたのか書いてないのかっていう、やっぱそういった部分がすごい、まあ、面白いのかなっていう部分と、あとやっぱり水彩絵の具、まあ、カラーにしたこともあって、だからそこは展示空間としてもまあすごいパッと見きれいきれいなんでね、まあなんか気持ちのいい空間には仕上がってなのかなっていう気は。いや、漫画家でさ、漫画家で2人とかで描いてる人たちすごいなと思った。キニクマンとかそうだね、そうだね、その、まあ、どうなんだろう、中心メインとなる人物と背景で分けて描いてるのかな。何しろさ、どっちがどっち描いてるかっていうのは結構どうでもいい世界になってるわけじゃん。どうだ、ただそこら辺がね、そう、なんか通過じゃないけど、まあ、アニメとかもそうなのかもしれないけど、なんか私がこれを描きましたバーンじゃなくて、みんなで描いたんだけど一つの作品に なって仕上がってるっていうようなものを作ってる人たちがすごいなと思った。あ、だけどそれは、うん、いやプロじゃん、うん、だからその龍神さんが言うその歩み寄りをお互いしてるわけ、その意識的に。まあね、だから今回だからルールがあるからね、会社でいいでしょうね。今回俺と龍神さんっていうよりもむしろ俺が、うん、だから そこを無視してたわけじゃん。無視というか、無視というか、だから、まあまあ、そう、なんかもうそれをお互いに最初決めない時点で想定内なんだけど、だからすごくそこは賭けじゃないけど、うまくいかないことを賭けだぞ、分からないまま、あえてやってるわけじゃん。だからそれは、なんだろう、打ち合わせしないわけよね、うん、あえて。で、賭けだし、で昨日のあの韓流の最後に、ほんとちっちゃい絵を描いたじゃないですか、うんうん。で、これをやっぱり見てくれるとすごい助かるんですけど、だから、合わせれば、まあ、合わせられるっていうか、きれい、面白く。うんうん、だから、龍神さんが求めてる、あ、求めてる絵って言ったら変だけど、こういう感じで、まあ、描いても、まあ、面白いでしょっていう部分を、最後、お互い、まあ、描いて、それを散りばめてますよね。20点ぐらいか。そうね。うん、だから本当にやりたかったことは、やっぱお兄ちゃんのやりたかったことはむしろまあそのちっちゃい絵みたいなことだったんだろうなっていうのは僕自身はなんか感じてた。だけどそれをだからあえてせっかくやるならっていう意味で、うん、まあ、なんかその展示人に見せるっていうのってやっぱすごくなんかこう勇気がいるっていうか、なかなか適当なものって人に見せられないんだけど、でもいかにして遊ぶかっていうのあるじゃない、うん、そこだよね、なんかだからね、まあそうだよ、ね、だからなんか、ね、あんまり真面目に語るとこでもないとこもあるじゃん、最初から、うんうん、いや、そこが俺はより強いんだと、うん、それはやっぱり個人で、まあなんだろう、まあ、真剣、だから これが真剣じゃないっていうわけじゃないけど、やっぱ個人で人生かけてるわけだから、だからそこもなんか息抜きっていう、本気で息抜きをしてる部分が芸術兄弟であるっていうか、息抜きっていうか僕に言わせると遊び心なんだけど、まあ、遊び心って言うと、うん、だからイメージとしてはなんか南国でリラックス してやってるような感覚を、普段の個人の活動っていうのはもう東京の都会の雑踏の東京砂漠の中で一人黙々と歩いてるような感じ？はい。いや、多分そこも多分違うんだろうね。僕は別にそういう感じでもないんだけど、まあ別に違いは違いでいいわけじゃん。ただお互いになんかこう、あえて決めない以上は、その後どうなるか分かんないわけだし、それも分かった上で決めないわけだしね。うん、だからね、まあ、これは、そのまあ結果論だけど、昨日のやっぱり、設置の時に、
やっぱり龍神さんがまあ僕が思ってる以上にほらなんかすごいリアクションが良かったからね、リアクションっていうか、うん、もっとなんか俺すごいダメ出しされるのかなと思ったから、いやいやいや、やっぱりダメだったみたいな、いやそうでもないんだけどだからそれはほっとしたし、あとまあそのデジオだから言うけど、全然だから面白いんですよこれ。だからそれは絵心あるから、やっぱ自分の中では、まあ、アーティストとしては常に毎回その自分の展示やるときには反省もしてるし、まあ多分そこはメンタルが年とは違うんだけど、あ俺はあんまりスーパーなんだよ、ポジティブな感じでもないから、そうだね、それは本当そうだ、割とだから1個の1回の展覧会やるときも、まあ、ここは良かったなっていうのと、ここはまあもうちょっと次よくどうにかなんねえのかなとかって必ず 2つの要素を感じるし、そういう風にこう見てるか ら、うん、だからそれをちょっと、まあ、ちょっと渡辺の感じ方としては、あなんかすごい悪かったのかなとか、もし感じてたんなら、まあまあ、自分はこういう性格ですっていうしかないんですけど。